あ、おはようございまーす。というわけで前回、はい、兄さんが、はい、ついに、はい、イカをイカしてしまいましたね。イカしてしまいましたね。やりやがってしまいましたね。やりやがってしまいました。やりイカを。あとなんか、その時もらった、なんだっけ、カワハギ。まずらの川でございますね。というわけで、早速今日はね調理編ということで、はい、調理していきましょうか。はい、さあ、うーわ綺麗だね。光ってますか。赤くなって光ってますよ。見ちゃってますね。行きましょう。これどうしますか。むきゅっむきゅっむきゅってカメラ、このくっついてるところの中身を切ればいいんでしょ。みたいな。違うの。確かそうな気がする。れ中挟んで、挟み？挟みで切ってて、ちゃんと。そうなの。いやでもなんか切るんだけど。おお、超綺麗じゃん。超綺麗じゃん。おお、いいじゃん。で？で？で？危険な、裏から包丁、包丁一本、包丁の捨て方なってねって言われちゃう。あ、でもこれね、あんまり切れないやつを。で、相変わらずあんまり切れないやつを。あいつがいるかいないかをこう、プラスチックに。船です。船です。来週のサザエさんは、船です。ムカつくんですけど。お兄ちゃん今すべてを手で。骨だね。あ、切った。お兄ちゃんこれ何ですか。船です。で皮剥いて。お兄ちゃんの。まあ耳と一緒に取っちゃうね先にね。耳もぶわって。うん。それ焼いたら美味しそうだね。そうそのままいって。うわすげえ。これ裏に皮あんの？裏はないの？これ切ってよか。で、あと透かしてみたあの。そうですよ。チェッキングをしないと。兄貴がいないか。兄貴チェックを。兄はいるけども。どうですか？あ、でもなんかっぽいよね。多くない？兄貴。いた？兄サキスだけど。いた？ちょっと見える。超ミサキスに見えるんですだけです。これとこれ。あー、そうだね。それそうだね。これそうでしょ。うん、それそうだね。これ食ったらお腹痛くなっちゃうんだ。うん。ちょっとアップで。これ本当に？でも、ぽくない？そうだね。それっぽいよね。もっと中にいそうなんだ。なんか中にいるなんか薄い筋で、なんか出るっていう話だけど。うん、何でしょう。いなさそうだね。これだけ？うん。これは、そうじゃねえの。それっぽいよね。一回洗いますか？そうっすね。これしか。なんかイカの調理ってすげえな。俺手で全部やってる。あのなんだっけ、シリア系の時もさそうだったけどさ、最終的に手になるっていうさ、手、ね、手とハサミになるっていう。むしる。ね、足？ゲソじゃん。ゲソ。これはどうする？もうそのままブーッと切って終わり。これバッチャ。分かんないけど分かんないけど。何も調べてもいないし。ねえ。ええ、あるけど。これ薄く、うん、そこはみんな切るよね。そこからパッとね。食べたくない。あ、うまいんだ。手出しちゃってる。噛めば噛むほど味が出るよ。噛めば噛むほど味が出るの。これ全然捨てなくていいと思うんだけど。お、いい感じいい感じ。この大きさいいっすね。結構求めてる大きさ。いいですか。まな板も白いし、イカも白いし、兄も白いから全部白いですね。すべて白紙に戻すと4枚の白さでございます。説明が何回だよ。イカだけに。光ってなくなる。はい、できました。完成しました。はい、イカ刺し。ピカピカ。イカ刺しですね。すげえ。じゃあ食べたらイカの気持ちを一言お願いします。イカ等分。
イカスー美味しいよ、本当に本当に美味しいよ、これ美味しいよね、これよくさ、うん、YouTuber の人がさ、食べてさ、うまいとか言うけどさ、うん、それ何だって、うまいね。え、YouTuber だけじゃなくてもさ、よくテレビでもそうじゃん、またまたみたいな。あ、これ俺言っちゃうわ、これお店だね。嘘、お店の味だね。完全に完全に、なんか味付けしてるんじゃないですかっていうぐらい、うんうん、美味しくて、やばい、うん、ビール飲みたい。じゃあ私もいただきマックス、うんうん、どう？あ、お店だね。ね、うん、ね、もっと噛んだ方がいい。うん、本当だ、味出てくる、甘みが、ね、甘みがすごい、すごい、うん、あ、うまいね、これうめえじゃねえか。鼻から抜ける香りもいい感じ、うん、ゲソを忘れてた、居酒屋かなんて。うわぁ、ん、耳ですか、エンペですか、何がエンペラーに行くと耳見た目的に、うわっ、なんかもうさかなクン見てます、うわっ、アニーが、おお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 ギョギョギョ今の前絶対入ってたでしょ、ゴリゴリゴリっつだ、もうやるこれ、すんごい音したね今ね、うん、うん、ちょっとこれもここでいいの、うん、うん、じゃあすいません、いただきます、うん、ゴリゴリゴリぜ、おいしくないこれなんで俺ら一枚をさ食い回すってなんだろう、2人の食いかけのところ、2人の食いかけのところゴリゴリすごいわね、マジゴリゴリって言った方がいい、わざと音出そうと思ったら、うん、出ちゃうから、出ちゃうしかも携帯噛んでても聞こえないからね、リンゴはかじってみたいな、うん、もう全部食べちゃってこれっつって、俺はこっちの方が甘いです、うん、美味しい、あの耳は、あ、耳の方が味薄いな、薄いな、味はね、うん、うん、でも歯ごたえがすごい、食感とかね、うん、すげえ、やっぱそれ美味しい、焼いたら美味しいよこれ、うん、焼くわけだみんなこれ、そうそうそう、だから焼くんだね、今日ちょっと刺身だけど、またこれ釣りに行かなきゃだね、まあね、うん、だってアオリイカもまだ出会ってないもん、あれ、でもアオリイカの方が甘いの、またどっちの方が甘いだろう、うん、ヤリイカと、その答えはいかほどにってね